ポロチェロパネルね、ポロチェロパネルね、ポロチェロパネルね。はい、ということで、はい、今パネルねって言った。うん、パネルねって言ったよ。あ、そうな、語呂が良さそうやけど意味は分からんよね。伝わるよね、でもね。まあまあまあね、うん、はい、ということで、第6層見てみたいなと思います、うん、はい、今回は、もう土適性でね見てみたいなと思うんですけど、うんうん、アケディア、うん、ジェレミア、うん、エレナ、うん、リビオと、はいはい、ということでね、水艦隊ですね、うん、もうこれはね本当に土適性だと思うよね、うんうん、このメンバーでねちょっと行ってみたいなと思います。はい、ここはね、このパネルがね、肝ですよ。パネルね。パネルね。こいつを、まあ、塗って回復していくダンジョンですね。うんうん。まあ、できるだけこのパネルをね、塗りたいよね、うんうん。さっきはもうパネルねってやたら言うけど。口ずさむよね、やっぱりね。でこの左と右にそれぞれいる、このガスマスクをしてるやつを倒さないと、こいつがこのパネルネをね、うんうん、ダメージギミックに変えちゃうんですよ。塗り返してるからね、うん、だから右上から倒さないといけない。お、ナイス、ナイスですよ。で回復はね、このパネルネを使ってね、うんうん、いきましょう。このパネルね、うん、いやこれ誰しもね、これをプレイするとあれ、積み残しが発生しましたね。しょうがない、セロさんのアビリティですよね、右残し。いやいやいや、そんなアビリティ持ち合わせてませんけどね。ねえ、まだ、まあ、こんな感じでね、ここはドクロ、あ、ドクロじゃない、そのガスマスクのやつを倒しながらみたいなね、うんうん、倒しながらパネルでこう回復しながら、そう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 、この単数の短い、うん、やつから、まあ、優先的に倒していくと、うんうん、なんでここで言うとこの縦列の、そうだね、うん、いいね、いいですね。ただボムも痛いからね。そうなんよね、置きたいところではある。お、ナイス、ゴミ回収、これナイスでしょう。ナイスですね、チロさんのもう一つのアビリティ、ナイスボム回収ね。なんか一個一個かっこ悪いよね、なんか対してね、そんな言うほどのなんかね、お、マジでそれかっこいいねみたいな全然ないよね、うん、ないよね、うん、普通の処理やん、なんかそれって普通の処理とちょっと残念なアビリティが一個ね、うん、ミリ残しというアビリティがね。いや、だから違うよね、それはね。ほら見て見て、ほら、お、全然ミリ残しじゃないですよ。アビリティはそんなしょっちゅう発動しないから。なるほどね、うまいこと言うね。そうでしょう、うん、今年のフォロワー2人違うんですよ。あれ、ミリ残し発動しましたね。これはミリじゃないですね、これはね。はい、はい、ということで、うん、ボスですね、まあ、こんな感じで ね、本当にガスマスクを倒しながらみたいな、うんうん、まあ、最初は本当難しかったんだけどね、ここ。うん、まあ、でもね、このガスマスクを倒せないとどんどん辛くなってくるからね。あ、じゃあこう、エレナちゃん使ってね。あ、いいんじゃないですか。ええ。お、ミリ残し。言うと思った。これはチェロさんのアビリティだったんだけどね。あ、どうしよう。エレナはうまく使えない。しょうがないね。こいつに使ったところで一番あるんやけど、うんうん、倒せるからね。やばい、右上のガスマスクが、あ、まずい、倒したい。ちょっとね、ボムの回収施設ね、うん、あ、まあ一つはね、しょうがない、うん、まあ、こんな感じでね、塗られちゃうと、うんうん、ダメージギミックに変身すると、うん、ね、ちょっとハートを出しておきたいよね。うん、そうやね。僕の自由を奪うつもり。
うん、まあいい、踏んでもいいよ別に。じゃあ暴れましょう。うん、踏んでもいいよって言ったら踏まんよね踏んでほしくない時踏むけどまあでもハートね、ラブを出しましたよ。うん、私です。まあ、ただ一回踏んでも全然いいと思うけどね。踏むよね。いやいや、これはね、うん、勇気ある。消されるよね、うん、あれまだ生きてるよあのドックロ生きてたね。やばい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 。こうなるからね。で、危ない。危ない。いや本当ね、ここね、あのガスマスクの処理が非常に大切になってくるね。うんうん、ここ使おうかもう。使いましょうかね。うん。僕の自由を奪うつもり。邪魔をするな。さあ、ちょっとでも減らしてください。うん。ここはやっぱり貫通が使いやすいのかなっていう感じですね。そうね、動きやすいからね。私は帝国臣民の敵を排除せよ。私は全力です。おお、よかったよかった。おお、いいんじゃないですか。これで右下を倒してくれると、うんうん、まあ、あとはね、まあ、リリオちゃんかすめばなんとかね。お、いいね、いい動き。おお、やりましたよ。もうこれでだいぶ楽ですからね。うん、あとはね、この、ああ発動しなかった。こいつが持ってる斧もいいんだけどね。あ、そうね、塗ってくれるから。危ない危ない、助けて。ちょっとね、あんまり左には行きたくないよね。うん、ただエレナに当てたいよね。うわー、これ難しいよね。いや、当てんでいいや。そうそうそう、ちょっとハートを取りに行きたいな。うん、お、いいね。いいですね。大丈夫、いけるいける。私は帝国臣民の敵を排除せよ。じゃあ俺もね、ハート3本で。ああ、そうね。でね、おー、ナイスです。私は全力です。もういいじゃないですか。言い訳無駄。やばいね、これ。ヘビーもね、弾いてくれたらいいのにね。うん、またハート散歩する。あ、ハート散歩しようか。あら、あ、見逃したね。あ、ポロのアビリティブロック見逃しが発動しちゃいましたねあ、塗られてるからね、同じもうそう、致命的なアビリティよね、マジでもう欠点でしかないよね。そんなミニ残しには言われたくないですよね。いやー、ブロック見逃しの方が痛いよね。しょうがないな。ここは暴れ回りながらちょっとガスマスクをね、左上の。これでエレナちゃんに行けるんじゃないかな。おお、上手ね。じゃあちょっと俺使っとくね、雑魚を倒すために。ああ、そうだね。私は帝国臣民の敵を排除せよ。ジェレミアもね、ハンタースキル使いますよ。うん、こいつこの塗りながら行くからね、しかも、うんうん、あ、そっか、塗ってくれるんだ。そう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 。そうなの、それ初めて知りましたよ。まあ、これでね、雑魚を倒しつつ、うんうん、ボム取っとかないとね。あー、そうね、ジェレミアと。お、いい動き。いやいや、これはクリアしたんじゃないですかね。準備、オッケー。ああ、カンカンしようと思ったんでしょ。そうそうそう、もう左死んだね、うん、左はいけないね。でも真ん中の上もちょっと辛いな。あ、あれ使ったら、あ、水ちゃんね、水で濡れるやん。ちょうどいい場所ですよ。うん、いいね、水。いやー、いいですね。おお、もうこれは濡れましたね。これはもう勝利ですよ。ええ、ええ、私です。完全なる勝利ですよ。
私は全力です。よし、じゃあエレナちゃんが、ああそうやね、勝負をかけましょう。下から行ってね。まあさすがんぐらいね。いやできましたね。うん、よかったよかった。ちょっと気を抜くと一気にねダメージが蓄積されていきますからね。いや侮れないですよ。こうガチメンバーで言ってもこのありさまですからね。このありさまって。はい。まあ6層も無事クリアできました。ですね、じゃあ次7層ですね。まあちょっとね7層8層ぐらいまでは頑張ってね。9、10はちょっともしかしてねちょっと不良の事故で動画にできないかもしれませんけど、そこはちょっとご了承いただければなと。頑張りましょう。はい。じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。